はいえー、よろしくお願いいたします、えー、今回はですね、まあ、ちょっと過去に質問があった話をいくつかしようかなと思います。であのよくあの我々、まああのまあ、お仏壇にも我々お寺の仏壇の中に置いてある「三階晩礼」という言葉が書かれているお位牌というかものが置いてあります。 三界、えー、っていうのは何かというとですねひと、まあ、言で言えばその領域を3つに分けたものそれが三界です。で具体的に言うとですねまあ「欲界」「色界」無四季界「無識界」とこの3つになります。えー、欲界というのはですね3つの世界で最も下にあるものですね、まあ、陰欲とか食欲、えー、この2つの欲を有する欲の世界。 そんなものが盛んに生きている世界ということです。そのまあ欲界の中に六度というのがあります。あまあ具体的に言えば、地獄、ガキ、畜生、修羅、人、人とか天とですね。まあ、こういうものです。でまあ、その四季界というのは、欲界の上にあって、陰欲と食欲を離れた生き物を住む世界。 で欲を離れた歯に侵入なら「四季」なんて言葉が出てきますけどその四季っていうんですがこれは物質という意味です形あるもの目に見えるものでそういうものが四季界まあそれでもまあ食、まあ、陰欲とか、えー、食欲とかそういうものを離れた世界なんで清らかな世界と、まあ、いうことです。で無四季界っていうのはまあ最上と言える領域で物質を超えた世界、えー、高度の精神のみの世界というところを言っています。 しかし、まあ、こんなことを言うとです、ね、夢物語というか、まあ、そういう世界のことを語っているようにこう思う方もいるかと思いますがこれはです、ね、人々の、まあ、我々の捉え方は前常の深さ精神をこう静かたらしめんと、まあ、こう収容のこう具体的発達段階というかそういうものを指し示したものです。えー、でですすから、そしてですね、あの、 まあ,その後回のあと「晩礼ですけど晩礼はそこにこう宿す一切の聖あるものと、まあ、そういう意味です。えー、まあそれがまあ一応「三回晩礼という言葉の意味になります。で続けてですねあのこのままたまにまあこう聞かれることがあるんです座禅は何ののためにするのかとまあいうことです、えー、まあこれ我々禅宗の坊さんに言わせれば簡単でですねまあこう 理由はです、ねまあ、悟りりを開くためとと、まあ、いうことになります、えー、そして、まあ、こう悟りとは執着を離れるということでいえばあのまあそう考えればですね何のためっていうこともなくなると、まあ、いうことでもあります、まあ、考えないということでもあります。えー、まあこうややしっこしいことを言うようですけど、えー、まあそういうことが分かって初めてですね「達磨大師」のいわれる「無徳」という「 ことがかかるのかないないうふうに思います、えー、でもまあこれ一般の人にそんなこと言ってもまあ通常しないだろうなとは思いますけど、えー、実際にです、ね、こう座禅をまあしているというような方に聞くとです、ね、動機を聞いてみるとです、ね、健康になりたいとか、えー、精神的に落ち着きたいとか仕事で役に立てたいとか、えー、集中力をつけたいと、まあ、みんなそれぞれです、ね、いろんな理由があります。えー、まあ私なんかはよく濁った泥水を 例えにします日常を知らぬ知らずにこう泥水になってしまう今濁ってしまって泥水になってしまうそれをまあ静止することによって水と泥というものを分離させてその透明な水で見るようにすると、えー、いうようなことです。でまたこれもよく言うんですけど正しいというじゃあ一度止めると。 を書きますですから正しいことを見るにはですね一度止めてみないとわからない、まあ、それが座禅だと、まあ、いうことです。まあ、そのダルマ大使の大、まあ、無という話をちょっとしましたけど、まあ、これ有名な話ですねインドで、まあえー、中国にこう渡っていったこうダルマ大使がですね陵の武帝という人にまあこう会うわけですが、まあ、証券するというかまあ 面接するわけですねでその武帝が武帝という人がですね仏教に非常にこう熱心に取り組んだ、まあ、こう大スポンサーというか、まあ、そういう方です。でまあ自分がですね、まあ、こう自分が即位して以来ですね多くの寺を造ったりお経をこう書き写したりですねお坊さんを大事にしてまあこう用護、えーまあ、してきたと。でこんな私にどんな功徳があるだろうかと、まあ、聞いたらですねその達磨大師はですね、まあ、こう無功徳というふうに答えたと。 要するに、まあだれまあ、武帝は間違いなくです、ね、自分は絶賛するされるだろうと、まあ、いうふうに思ったと思うんですが、まあ、あ,のこうあっさりですねだるま大使はですね無口読という答え方をした、えー、仏教ではよく「記者っていう言葉がありますけどといいううのは喜んでで捨てる字、まあ、すねなんこの記者って一般的にはです、ねまあ、お坊さんとかお寺にこう自分のこう財産というのを差し出すこと、まあ、そういうことを言いますが。 我々はすぐですね、何かしてやったとこういうふうに思いがちです。えー、しかし、それができるのは自分がそういうこう人にこう与えられるこう恵まれた環境にあるからです。で、そういう環境にあること、もうそれだけでもありがたいじゃないかと。まあ、要するにそのなんだかな、その、えー、そういう財産があることによって心の余裕というか、まあそういうものが生まれますし、まあ心のまあこう。 あたか,あたかさ,さっていうのですかねそういうものが生まれて、えー、まああのその財産があることじゃなくてその心というものをこう持てることがこう十分な苦毒ではないか、まあ、そういうことをこうだるま大師は言わんとしたんではないかなと、まあ、いうふうに思います。えー、それからあとですねほ、えー、他の質問ではですね「石、え、子、ー、の恋」だとか「鳴かぬカラスの恋」とは。 ななぜ普通のの人に分からないを出すのかとまあこういう <laughs> まあことを言われることがあるんですけど我々は修行道場、まあ、そこでですねおしけさんってまあお師匠さんですねからよくあの言われたのが「知恵分別を捨てろ」と「えー、知恵分別」というのは知識の知、えー、でを解くっていう字に「分けるに別」ですね。 分別知識で解くこと死を資料し判断するという当たり前の日常にある世界そういうものを徹底的に否定したということなんですが、まあ、学校教育をこう散々受けてきた者にとってはですねまあで門徒、ね、を始めめとほぼ全員まず理屈みたいなことを言い出します。 で師匠は毎日待ち毎日ですねその理屈を黙って聞いてますで聞いて聞いて聞いてで相手がそのまあその知識で答えれる部分っていうのは尽き,る尽きるんですねそのうちでその尽きるのを待ってでその尽きた先に何が出てくるかそれを求めてるまあ言うならばもうこういろんなこう理屈を述べてああもうダメだめだもう答えるべきものがない、まあ、そういうところまで追い込まれて真っ白になった無心っていうものから引き出されるもの それをです、ね、我々のまあこう、まあ、前後なんかで言うと百尺関頭に一歩を進めたところとかですね大志一番絶後によみがえるというようなことを言いますけど、まあ、要するにこう,もう理屈をそんなところを引き出すためにこう、まあ、言うならば理屈を超える問題っていうのを提示している、まあ、頭ではなく心で感じる領域ということを知らしめる。 とということがまあ目的にあるですからまあ理屈では通らないような問題が出される、まあ、これをですねまあこうだるまあ、ダルマ大師も言われてましたけど「維心伝心心から心に伝える」とか「狂言別伝教えの外にです、ね、伝えるものがあると」と、まあ、そういう表現の仕方をしたと、まあ、いうことです。であと次にですね「草木国土失懐仏性という言葉が ありますが、本当に草木でも成仏するのかと、まあ、こういうことです。えー、我々のまあこう、まあ、大先輩というか、まあ、でですね、えー。南禅寺の館長を務められた柴山前慶老師と言われる方がいます。まあ、昭和の名僧と言われる方。一人ですけど、まあ、この方にですね、花語らずという詩があります。 えー、花は黙って咲き黙って散っていくそして再び枝には帰らないけれどもその一時一緒にこの世の全てを託している一輪の花の声であり一輪の花の芯である永遠に滅びぬ命の喜びが悔いなくそこに輝いていると、まあ、こういう詩です。えー、植物はです、ね、草木でですねは誰ののために生きているのでしょうかと、えー、それは誰のためでもありませんただ生きているのですと。 えー、成仏というのは執着やこだわりを捨て去った先にあるとするならまさにその食物、えー、草木はですね成仏そのものではないでしょうかと、えー、無心に生まれ無心に生き無心に死んでいく、えー、大宇宙の力自然のサイクルこそ真実でここにお釈迦様の疾患成仏があると、まあ、こういうようなことをまあ言われているということです。まあ、それがまあ要するに、えーまあこう ええ、総目国土をしっかり成仏と、まあ、いうような意味合い。であろうかなと、まあ、いうふうに思います。まあ、今日はですね、まあ、ちょっと、まとめてですね、ちょっと過去にあった質問の中。の、まあ、答えを、まあ、答えさせていただきました。まあ、本日のどうもありがとうございました。